5月1日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送です えー、朝ね、ね会社に来てですねまあいろいろこの新聞を読んだりとかあるいはね、えー、テレビのニュースは何をやってるんだろうねなんていうのを眺めているともうなんかさ 連休の雰囲気になっちゃってるよね。すっかりゴールデンウィークですよね。本当だよね。うん、もうさあ、まあそうだよなと思うんだけど、ね、えー、昼間の電車だとか、ねあ、確かに、えー、新幹線の乗り換え口なんていうのはもう人でごった返してますし、ね、えー、番組のスタッフの中にはですね、あのスポーツの仕事も。 掛け持ちでやってるのがいてで週末っていうとあの競馬の天皇賞が京都競馬場であったんでいや出張してきたんですけれどもものすごい人でしたよともう京都もそうだし新幹線もそうだしとねえこの東京・有楽町の周りも土日は最近は結構人が集まってなんていうねことになっているんでねまあそんな中ですけれども我々はですねえ今週もしっかりと月曜から金曜まで。はい えーかね、水木金と祝日ありますけれども,れども、ね、我々はね、はい、しっかりとこう仕事をするぞと <laughs> ですので、まあ、仕事だよっていう方もね一緒に頑張っていきましょうね。えー あの車の中からもそういう感じをね、えー、感じてらっしゃる方もいらっしゃいます東大阪シーツさん、えー、男性三十歳の方エビナサービスエリアという件名でいただきました今日は配送の仕事で東京に向かってまして途中のエビナサービスエリアで休憩取ってるんですいつもよりも観光バスが多くこの時間あらかたスペースは埋まっていますそうですか五時四十分で <No. S 1> いやはや世間はゴールデンウィーク真、ま、っ只中と印象を改めて感じましたというふうにいただきましたいやーそうですかもうね六時前の段階でそうですよねこの時間で でえー、ちょっと休憩取ってこれから現場向かってと本当にお疲れさますれ様です。ね 一緒に頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう、ね。そして安全運転続けてくださいね。うん、ちょっとね。ゴールデンウィーク、こういうあの休みになると普段運転しない方も運転するようになるんで、こう,、ね、うやってプロの方にとってはね。いや予測しづらくて難しいんですよ。なんていう話も来ますけれどもね。お互いちょっと譲り合いながらね。やっていきましょう。で。まあ、あのー、ゴールデンウィークの直前で。まあいろんなね。イレギュラーの仕事も入ってきたんですが、私もちょっとですね。あのー、金曜日は埼玉？ の大宮ソニックシティに行ってまいりましてというのはあの6月25日に我々イベントをやりますがその前日6月24日はですねあ,のあなたとハッピーのね大感謝祭ということでえハッピーは15周年をね迎えるということですんでであのでそのハッピーのですね私は立ち上がりのところから番組がスタートしたところからですね2011年いっぱいまでえだから2007年に番組始まってということで いうことに2008年か2008年からか、えー、ということなんでまああのー、45年です、ね、最初の方に中継のレポーターとして、えー、やっていたわけなんですがまあその時にうん中継で一緒ご一緒してたのが演歌歌手の山内慶介さん。はいで、えー、その ケイちゃんがね、あのー、ソニックシティで、えー、公演があってと,、うん、ということだったので、まあ、そこに行ってですね、まあ、イベントについてというのもいろいろねあ,のあるんで、えー、見会いに行ったということがあったんですけれども、うん、でそこでね、あのー、ライブを見ていたら今日はね井田さんも来てるんですみたいな感じで <laughs>、えー、紹介いただいたりなんかしてですね えー、あどうもどうもなんてあのー、当時のねあの中継の時の話なんていうのもうお舞台というかライブの中でもしていてね、えー、あの当時は一番最初「燕返し」という曲で生り出したこで、ねうんうん、佐々木小次郎さんが主人公の歌でその格好をしてですね、えー、中継現場に現れたっていう。<laughs> いや すげーって <laughs> であのー、そう外でも使えるアンプを持ってですねでそこであの曲の披露なんかをしてくれながらやっていたとであの当時そこでお客さんとねこうどうやってコミュニケーションを取るんだみたいなこと、まああのお互い試行錯誤しながら分かったんで、うんえー、ぶつかり合いながらなんていうのもあったんですけれども、まあ、そこでこうどうやったらこう、ねえー、年上の人たちをこうくすぐりながら笑いが取れるのかみたいなのは <laughs> お互い研究したようなところもあった <で><ー>そう僕もあの中継終わった後にすぐう手元のラジオを切り替えて「ドクマムシ三大夫」さんの中継聞きながらですね 勉強したりなんかしたもんなんですけどなるほどでそれがやっぱりねもうあの舞台も堂々たるもんですよもう来てるお客さんなんかの表情とか足の組み方とか見ながらいじっていくっていうねいやー飽きさせないよなっていうでこの MC 聞きに来てる人がいっぱいいるんだろうなっていうねうん、うん、曲はもちろん天下一品ですけどやっぱねその辺も15年の歳月でいろんなものを感じるなというねまさにだって山内健介さんと飯田さんだって同い 学年で言うと2つ違いでだからほぼ同世代う、ね、そうですよねやっぱり来てくださる方映画、ね、の,のお客さんあの年上のお姉さん方がいっぱいいらっしゃるのでやっぱその辺のねこうこうどうやっていじったら失礼に当たらずでもちょっと失礼で,、うん、で笑いが取れるみたいなね <laughs> はい、はい、その辺のこうくすぐり方みたいなのっていうのをなんか学ばせてもらったあの時期あったなっていうね。えー、は15周年そして 我々この工事アップも5周年ということで24、25は東京国際フォーラムでイベントがありますのでぜひよろしくお願いいたします。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私脱信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで、えー、お寄せいただければと思いますがもうね朝今日この時間で電車乗ってる方も聞いてくださってますけれどもあ電車いつも通りですよというね、えー、みんな働くんですねというような買い込みも、えー、ありましてえ 頑張っていきましょう今日今週は月火だけだよっていう人も、ね、そうですね多いかもしれませんが、はい、さて今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんこの後六時半水からご登場まずはウクライナ情勢について えー、ウクライナのゼレンスキー大統領が北欧メディアのインタビューの中で、えー、戦争が数十年続く可能性があるというようなです、ね、表現をしたということも出てきております、えー、それからニュース七時またぎのゾーンは週末に行われた日銀の金融政策決定会合そして上田総裁はその後、えー、記者会見も行っておりました、まあ、さらにそこから世界経済についても掘り下げてまいりますで7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは岸田総理大臣のアフリカ4カ国歴訪 まずはエジプトシシー大統領と会談を行っております、えー、さらに昨日閉幕した G7 デジタル技術庁会合について、えー、そしてニュースキーワードのゾーンはー先月26日、まあ、先週ですが、えー、米韓首脳会談で採択されたワシントン宣言についてそしてスクープアップは岸田内閣の支持率、まあ、これはあ統一地方選が終わってこの先というところもお話を伺っていきたいと思います。 メールツイッターはこちらです。メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージ一二四二 ハッシュタグコージ1242です今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルのマフラータオルをプレゼントしますプレゼントの応募おはがきでもお待ちしています郵便番号100-8439日本放送飯田コージの OK コージーアップまでまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各紙が入ってまいりました、まあ、あ土日を挟んでというところでもありますしまた連休の入り口というところもありますので、えー、各紙紙面はバラバラそして一面は特集記事でというところが多いですね、えー、朝日新聞は,は特集といいますかウクライナ情勢に関連してというところで、えー、ウ,クライナウクライナ軍に、えー、捕虜 となったです、ねえー、ワグネルという、まあ、民間のロシアの民間軍事会社の戦闘員の人たちの、えー、証言というものを載せています、えー。人体の津波、捨て駒の前線、捕虜のワグネル戦闘員証言と、えー、いうことで、まあ、この、ね、捕虜の人たちの声、えー、等々を流すと。 こういうことは、まああ、やりようによると、これは、ねえー、国際法のに抵触するというところもありますので、サ、ま、雀、あ、としては、えー、記者は取材に先立ち、取材に応じる意思を捕虜本人に確認するよう、えー、ウクライナ保安局側に要請したということ、そして取材そのものは3月下旬であったと、えー、いうことなどがね、えー、ちゃん 最初に書いてあるというところですが、まあ、なかなかあ、かなり生々しい証言だというところであります、えー、それから読売新聞はあコロナの先へ危機の教訓という、えーまあ、連休が明けますと5月8日。 感染症法上の新型コロナの分類が、えー、季節性のインフルエンザと同じ5類に引き下げられるということですので、まあ、その検証記事と、えー、病床の多さ生かせず医師ら分散、脆弱な構造という、えーまあ、あの当時で2021年の夏ですから2年前ともいうことになりますけれどもその辺の動きなどが、えー、書かれてあります。 えー、そして毎日新聞はあ責任ある AI 推進、えー、乱用防止へ国際基準 G7 デジタル,賞と、えー、デ,ジタル賞デジタル技術相会合というものがあ群馬・高崎で、えー、この週末行われておりました、これについての記事。まあこれあの 定時ニュースの中でも読んでくれていましたけれども、まあ、この責任ある AI というものについて、まあ、これは後ほど今日のコメントでた宮崎哲也さんとまた掘り下げていきたいと思っております、えー、そしてこの信頼できる AI については 3K も一面トップですね、えー、信頼できる AI 国際基準民主主義を脅かす利用反対、えー、G7 デジタル庁声明と、えー、いうことがあ書かれてあります、えー、そして、えー 系はマンションの修繕決議出席者過半数で可能にという老朽対策について、まあ、このマンションの管理組合というやつね住民たちで、えーまあ、あこの方針とかを決めなきゃいけないんだけれどもというね、えー、なかなかあの関心のある人ない人が、えー、結構こう温度差グラデーションになってしまってでこれがなかなか決められないと修繕、えー、そのものもね まあ、うん今まではあ所有者の5分の4の同意で、えー、建て替えは可能であるとかあるいは共用部分の修繕に関しては、えー、過半数の賛成で、まあ、できると。 いうような、ねえー、ことがあるんですけれども、まあ、この辺がその災害が起こった後にじにどうやって、えー、直していくんだとかそういう話でも結構ここで、えー、アイロンに入ってです、ね、もう壊れたまま放置せざるを得ないみたいなことが問題になったこともありましたけれども、まあ、それだけじゃなくても今、老朽化がまた別の部分で問題になってきているということで、えー、あります。まあ、増加すすするる老朽マンンションの開始を進めやすくするんだとということで、まあこれこう 法改正は今後というところだそうなんですけれども、まあ、こういうことが出てくるというのも、ねえー、またあー時代の流れだなということも改めて思うところです。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は評論家宮崎哲也さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろお願いします、えー、ゴールデンウィークがねもう始まってるぞというそうそうそう私関係ないですけど <laughs> <laughs> そう我々も関係ないんですがえっと、はい、あのえ 日本放送まあこの番組のみなずにいろんなところでというかあの柿原さんの番組とかでプロモーションしていただきましたですね中瀬さんありがとうございますあの教養としての上級声なんですが身長選手第六釣り六冊が出ましてえっとウィあのゴールデンウィーク前に出ましてゴールデンウィーク後五月の末ぐらいには七釣りいくかなというあの この、ねえー、教養としての上級合意に関してメールもいただいておりまして、えー、ラジオネーム、ラジコネームか、えー、一寸の虫にも五分の大和魂さん71歳の会社員の方ああ<ら>神奈川綾瀬からいただきましたか、はい、ありがとうございます、えー、仕事されている皆さんには申し訳ありませんが私はお休みいいただいてますで連休中に読もうと、えー、宮崎さんの5位の本買いましたこの,年にこの年まで何も勉強しないできたんで、えー、連休中にこの本を読んで勉強したいと思いますと。 おいたただきましこの連休で読み始めたという方もいらっしゃって、うん、なんかこうエッセな風で頭にこう語彙が染み込んでいく感じがしますというふうなこともある知識の方からこれねいろんな人が指摘してますけれども <laughs> あのいわゆる語彙本のようなね、ええ、こう,そう,そう,そう こう単語があって解説があってみたいなそういうものではな,いんだよなくてだ、ねえっと、エッセイの中に埋め込まれる形で、うんえっと、だから、まあ、楽しみながら読んでいて、はいえっと、だんだんこう頭に染み込んでくるというような、うん、ご好評いただきまし後からご遺言的な使い方は作品が。作品が新の えとウェブサイトでタダで、はい、<laughs> あのダウンロードできますんで。でね第2弾が決まったんだよ。これあ本当ですか年末までに原稿を書かなきゃいけないんですよ <laughs> いやこれもねいろんな、ね、あの構想だとかあるいはね、あのー、実は日本総でうちはあのー、会議の中で講演いただいたこともあるんですが、ええ、その音楽の中でのこの上級語彙っていうものも いいろろある演歌とかねポップソングとかねこのね教諭としての上級語彙の中でも少し触れてる部分ありましたけどでもねつくづく私は思ったんだけど10年ぐらい前の「大河ドラマ」ってあるじゃないですかあれってね今の人ね多分ね「篤姫」とかそういうやつですよあのね十分に聞き取れなくなってると語彙がどんどん少なくなっていって結構上級語彙が。 あの当時の大河には、うんあのー。含まれてるんですよセリフの中にまあそんなことはいいとしてもう一冊私は年末に本を出さなきゃいけないそれも一生懸命執筆してそれはね、ええ、画期的な仏教本を出すんですよ。<ー>入門書なんだけほどね。るど次はある種ね絵本みたいな絵本ですものを出そうと思って今<ー>それとですね。ねはい すいませんね私の告知ばっかり近況ということでこのゴールデンウィークのうんと7月7日日曜日にですね西本願寺であ5月7日ごめんなさいごめんなさい5月7日日曜日にですね西本願寺の見掛堂というところでですねまああの正面から入っていくとすぐあるあれですけどお堂ですけどそこでシンポジウムやります伊藤正光さんとかと伊藤正光さんうそう。 うちののの学学学長長ですね愛大学の学長様のなるほど、えー、ゴールデンウィーク記念法要ということでこの西本願寺でねあのいろんなイベントをやるそのシンポジウムの3回目5月7日日曜日、えー、法要に続いて2時午後2時20分頃からということですえと参加無料ですんで興味のある方は、えー、あの参加していただきたい<う>と,と久しぶりだ伊藤さんと。お なんかやるのは<ー>、<laughs> そっかそうですよ、ね。彼はほら仏像大好きだから。あ、そうです、ね。三浦淳さ,さんとね仏像の本とかも出されてますよね。だからそういうことで楽しい話ができるんじゃないかと。以上テーマとしては新羅勝人にまつ一応ねこれはね新羅勝人生誕ご生誕八百五十五十年立教開宗八百年の<ー>えっとお供養なんですよ。なるほど。 こう即したテーマでということなんですけどいろんな話をしてみようかなと本当ですね <laughs>、うん、そこからサブカルとかそういろんな話に行そうですね伊藤聖子さんとだとえー、5月7日日曜日京都西本願寺ということであります 日本放送飯田浩二です。日本放送深夜一課です。六月二十五日に開催いたします。この日本最大級の討論イベント、飯田浩二の OK! 浩ーアップ激論有楽町サミットイン。東京国際フォーラム。いやー、迫ってまいりました。はい。あの番組がですね、二千十八年の四月にスタートして、まあ五年が経つということで。うん、まあ、コロナもね、開けてきてるんで、せっかくの機会なんで、こう、大きなところでやろうと。いうことでですね。東京国際フォーラムでお送りするわけでございます。 まあこの5年間本当にさまざまなニュースがあってまあそれにねえー、ずっと日々、えー、向き合ってきたわけであります。はいそうなんです。まあそこで OK コージアップでは、えー、リスナーの皆さんと直接会って一緒に考えていく場を設けようということでリアルイベント2019年の11月以来ということなんですよね。だからコロナの直前だったんだね。えー、そうなんですよね。まあようやく開催することができます。うんはい でこの中身なんですけれどもイベントは大きく分けてですねテーマを分けております、えー、政治・経済の分野とそれから外交・安全保障の分野ということで政治・経済の部分にはあ須田新一郎さん、宮崎哲也さんに加えて高橋洋一さん、飯田康之さん佐々木俊夫さん、えー、そして外交・安全保障の分野は、まあ、須田さん、宮崎さんには引き続きいてもらってプラス峯村、えー、健二さん、小泉悠さん、えー、高橋杉雄さん東野敦子さんと。 いうメンバーで、えー、討論を行っていこうじゃないかということでさらにですね私だと作家で住民主党参議院議員の青山茂治さんの対談も行うという予定になっております時間足りないんじゃないかなって思うんですけど <laughs> どううなんでしょういやこれそうなのよあの一応ねまあ,あの目安として2時間半ぐらいかねなんて話はしてるんだけどまあ押すよな。 <laughs> 先日ラジオパークでもどれぐらいですかねって質問されてあっホ時間3時間行くかもしれないですねそれを見越してですね <laughs> えー、開演はお昼三時とりま、ね。そうなんです。<え>はい、えー。ですんで、夕方ね、ある程度のところまでは、まあ、地方からいらっしゃっても帰れるぞという時間に設定をしております。六月二十五日日曜日。お昼三時開演。飯田浩司の OK ケー工事アップ激論有楽町サミットイン東京国際フォーラム、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。会場は東京国際フォーラムのホール A.。これ五千人入るんだよ。そうなんです。五千人。<ー>物語るアーティストの皆さんが。 コンサートをしてきた会場でもあります。確か,確かにそうだよね。そうなんですよ。やばいなぁ。<laughs> 本当に。ちょっとドキドキしますけれども。うん、えチケット価格は税込6500円ですえ。チケットのお買い求め、チケットピア、もしくは共同東京のお電話でも受け付けています。はい、詳しくはイベントの公式ホームページをチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えー、今朝は評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、えー、まずは為替の値動きをお伝えしておきましょう円相場ですが1ドル136円20銭付近で、えー、取引されておりますまあ先週あるいは一頃と比べるとね、えー、円安水準になってきているという感じであります、えー、では経済についてのニュースこちらのニュースです 日銀、上田和夫総裁、就任後初めての金融政策決定会合。 日本銀行の上田新総裁は先月28日就任後初めてとなる金融政策決定会合に臨みました会合では短期金利をマイナス0.1%長期金利を0%程度に抑える大規模な金融緩和策の維持を決定また1990年代以降の金融緩和策について1年から1年半程度をかけて多角的にレビュー評価することも決めました まあ先月と言いながら先週の木金でありましたが金融政策決定会合がまあ上田新体制のもと初めてという形で行われましたどうですか、この打ち出されたものっていうのは、うんまあ、私は妥当だというふうにうーまあイールドカーブコントロールもを継続するということに決まりましたし、はい、妥当であるというふうに考えます。うんこれね就任前後 に言いかけてはもうすぐにでも緩和が修正されるんだみたいな、ね、そうそうそう少なくともイードカー,カーブコントロールだけは、はい、あの修正するだろうとかっていうような憶測が出てましたが、はい、あで夏までにはとにかくこう今のあ金融政策全体を、はいあのー、もっとこう和らげるんじゃないかと。 あの修正の状況にどんどん入っていくんじゃないかっていうふうに言われたんだけどいよいよ出口へとか言われました、ね。そうそういよいよ出口とかね、はい、残念でした皆さん残でした私はあの、はい、大変ハッピーですけれども、えー、まあ若干円安進んでますけどずっともう言って,てきたように私は円安は日本にとって資産だというふうにう、えー、成長のための一つのエネルギーになるというふうに考えておりますので、はい、ええー。 まあ、それも構わないと、えー、もう新聞とか読むとさとにかくもうあの円安が急進してこれからまた円安時刻がやってくるみたいな話、ね、してますけど全く私ははそういういことは考えません。はい、うん、まあ、本当その裏でね輸出企業とか、まあ、製造業とかだけじゃなくって結構いろんな企業が高決算を出してるっていうね。そうだから そううい高決算は何のおかげだと思うと他の国がどんどん利上げしたり緩和をやめたりしてそういう状況になってきてるのに引き締めしてるのにこれのおかげで世界経済の GDP っていうのはどんどん押し下げられていってるんだからねそうですね間違えないでください押し下げられていってるんですよ金利を上げたり引き締め策をやることによって。 日本はそのあれに加わわってないわけですよそれはなぜかというと比較的ではあるんだけれどもインフレ率が他国に比べればマイルドだからですよね。うーんうーんあのー 先週の,、ね、この金曜日ですけれども金融政策決定会合の裏で裏でというか同時並行ですがあの総務省から23区、東京特部の4月の消費者物価指数、まあ、速報値が出てきてこれによると、生鮮を除く総合の数字3.5%上昇と、まあ、いわゆるうよく、ね、見出しに取り上げられるコア指数というやつが、まあ、3.5%上昇であったというコアコアどうですか、はい はい、えー、と生鮮およびエネルギーを除く総合指数、俗にコアコアと言いますが、これが前の年の同じ月と比べて3.8%上昇と、まあ、今までコアよりもコアコアの方が上昇率が高いということですよね、うん、ここは前回からずっとあの続いて引き続いてるんだけど、前々回からかな、引き続いてるんだけど、要するに、いわゆるこうペントアップ需要と。ええ 動需要とかとも言われますがコロナ期にずっと押さえつけられていた需要というのが消費というのがここでこう徐々に戻ってきてこれが一気に戻ると欧米みたいに急激なインフレになって10%とかになってしまうんだけどゆっくり 低いと戻ってきているというのはとても私はいいと思いますね。うん。まあその辺ね、あの日銀のその金融政策決定会合の後に出された経済物価情勢の展望の中でも、おペントアップ需要の顕在化などに支えられて、まあ日本経済緩やかに回復していくと見られると。まあまさに先ほどおっしゃった経海外経済は下押し要因として減速していくけれども、日本国内で湧き出すペントアップ需要っていうものでちょっと上がっていくんじゃないかっていうね。そう。だから。 あのね実はね経済成長はもうちょっと急速に展開しなきゃいけないんだけれども、うん、需要はもっと緩やかにあもっとというか今程度に緩やかに戻っていくのがいい、はい、消費はね<ー>特にうんそうするとね政府がやるべきことって大体なんだか分かるんだだかかるよね、はい、これは要するに消費を刺激するような財政政策ではなくて、はい、明らかにこう、うん、産業の成長を見据えた、はい、ああ あれですよ投資ですすよよ投資賢いというかそうそう、うん、ワイズス,スペンディングとも言ってもいいんだけれども、はい、あそういうこのあるいはこう生産的、えー、政府支出 PGS、はい、といわれる、はい、PGS といわれるような日本がすっごく低いというとデビッド・アトキンソンさんが言ってたけど、はいえー、そういうものをやっていくと。う あのこれも割と大規模に展開すべきだと、私は思うんですけどねうん、まあ、この財政を出すんだっていうのはこう、ね、あのいろんなところで出てくるところですけど、むしろその中身の部分がこれれから問われて一つのキーワードって、まあ、いろいろ蓄電池とかさ、はい、半導体とかさあるんだけど、えー、AI とかあるんだけども、一つのキーワードは、私はね、 人人間労働の省力化<ー>無人化無日本ほら、はい、今基本的に例えば建設業とかさ、はい、人手不足輸送業とか人手不足でしょうがないでしょう,、うん、うんそれをですね、はいえー、機械にやってもらうとうんその無人化省力化っていうのを強力に推し進めるような、はいえー、産業と産業分野というのを強力しあの支援していくとうんそういうことが私はとても重要であってこれはいずれ えー、輸出もできるような、はい、ライバルは中国ですうんそのお日本の、ねえー、産業構造、この先、確かに人手不足によってどんどんと技術革新がっていうのは、それこそ高度経済成長の時代だって、それがあったんだという指摘ありますよねそ,うそ,うそ,うそこで例えばね、えー、いわゆるプリファブ住宅、<ー>プレハブ住宅というと、なんか、あれなんで、うん、プリファブ住宅と私は言うべきだと。 なるほど言ってるんですけど、ええ、プリハワ住宅が、えー、っとものすごく人手不足に対応できるというんで、うん、広がって、まあ、あの全住宅の2割くらいになったんですけどそこで頭打ちになってもっともっと広げていけばいいと思うようん確かにこれね基幹部品の部分は工場で作ってとか今はなんかある程度のオーダーメイド的なこともできるようにもなってるしそうそう,そうも,それをもっとオーダー,オーダーメイド工場で作,ったも作るものでこうあの。 の方法をさ変えていってさ、えーオーダーメイドに近いものを作れるようになるというふうにやっていくというのが、はいあ、だから既存産業でもはや頭打ちかなっていうところも、もうイノベーションがまだまだ可能な部分というのはいっぱいあるかもしれないですね。そうでそういうところに限ってというか限ってじゃないけど、はい、そういうところは大体こう人手不足で悩んでてこれを解消するためにはどうすればいいか。 という問題解決の部分と、うんはい、まあどんどんこうあの AI かロボットかをす、あれは工場化を進めていくっていう、うん、そういうこう無人現場無人化ですよね、うんうん。で、その先ほどそれを輸出にもできるかもしれないとおっしゃいましたけど、これはどちらかというとノウハウの輸出の部分になりますか？機械も両方ともできると思います。うん、あの要するに AI それにの機関的な AI とかね、<ー>そういういったものもで。 あのほらさっきあのチャットなんとかっていう話をしたけれども大体こう単純労働、はい、単純生産労働があのまずはそういうものに加われていくだろうというふうに置き換わるだろうと思ったら、うん、あの単純知的労働がものすごい勢いでうんうん、うん、文章作成とか続けてそれなぜかっていうと、はい、ロボットがいらないからその領域は。あー なるほどだから実際にこう作らなくていいからこれはなかなかね技術が必要なんですよ日本は先進的だけれどもとても先進的だけどこっちはさ知的労働の例えば文書作成とかって確かにそうでしょうね全部ネット上というかコンピューター上で解決しちゃうからでちょっと前までは対話型 AI って言って今生成 AI っていうんでしょうけどこれはね どどんんん進んでいきますうんまあいろいろ規制しようとかなんとかって言ってるけれど、はい、あのとにかく生産性が高いんで、うん、どんどん進んでいくしそのことによって生産性は生産性は人の労働を使わずに伸びていくうんうんそうなっていきますよね。ねで<れ>そうするとさ<や>もうこれはさ、うん、使わざるを得なくなるわけうこういったものは。はい ね、そうすると、ええ、あの一体は今のこう経済成,成長というか経済体制を守るためにどのくらいの,しあの人口が必要なのかっていうずっと言ってるでしょどのくらいの人口が必要なのかと、はい、今の経済体制を維持するためにはだからひょっとすると将来的には、ええ、あの経済が需要もしくは 生産が消費が中心になっていって、生産が消費を決定して経済成長に結びつくという考え方が大きく変わっていく可能性がある。あ今までは生産の部分がある意味の制約だったけれども、制約でもある鍵なんだよ。だって生産が伸びれば成長するっていうんだから。それが逆でこう消費をどうやって維持していくのかっていうのが、だから経済の意味というのは生産にあるのではなく消費にあったと。 いうですね、巨大なパラダイム転換が訪れようとしていると。うん うん私は考えますけどねあそこをどう維持していくかっていうところでじゃあみんなが今までだったらお金稼ぎをして何かを作ることによって金を稼いでっていう経済の回り方だったのがどっかからお金を渡すっていうふうに,に、まあ、とうとはベーシックインカムなんかそういう考え方、うん、なわけど、まあ直接ベーシックインカムになるかどうかともかくとして、はい、そういう体制に変化していっているということをあの。 私たちは自覚しないといけないし日本はそういう意味では、うんはい、少子高齢化の日本はチャンスなんだということむしろそうか人が減っていくっていうのが今までだとリスクにね作れるものが少なくなっちゃうよみたいなことでいや、ま、て言われてたけどだって、はいえー、潜在成長率だってねちゃんと人間の労働っていうのがちゃんと入ってるからねあパラメータの中に。そうそういいっった指標っていうのが、はい だだんん全部こう可能性があるそうすると例えば機械化率とかさ機械代替率とかさ人間労働代替率とかさそういったものが鍵になっていくかもしれないしいやもう考え方そのものから全部変えていかないと政策を小手先で変えるだけじゃないですねこれが私はリアルポストモダンだというふうに 言ってそういう本をう将来書こうかなと思ってんだけど,どその辺の話も6月25日にできるかもしれません <laughs> 皆さんぜひ東京国際ボラムにお越しくださいケインズは先取してたんだよ<ー>重要だと鍵要,要だと言ってたのでうん生産ではなく重要だとあの成長の鍵はねうんおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです 岸田総理大臣がアフリカを歴訪をエジプトシシ大統領と会談アフリカ4カ国を歴訪する岸田総理大臣は昨日最初の訪問先のエジプトでシシ大統領と会談しました会談ではウクライナ情勢で意見を交わし法の支配に基づく国際秩序を守ることの重要性で一致スーダン情勢についても緊密な連携を確認しました いいよいよ今月19日から G7 広島サミットが行われるということでこれを前にエジプト、ガーナケニアモザンビークと4か国を歴訪すする予定となっておりま妥当な,な歴訪だというふうに思いますしちょうどねこうウクライナ戦争の足元でスーダンが内戦状態に陥ってしまっているのでそうですよね、えー、なんとかそれを。こう でも秩序のもとに戻さなきゃいけないという、はい、そういうことなんだけれどまあこれはねなかなかでも他,他国がね、はい、どうこう言える立場でもないしうん、うん、難スーダン国内はねもう本当内戦状態といってもいいような形になっちゃった,ただ、ね、アフリカはね。 まあ現状でも持っている国の前から言っているいわゆるこう第三世界っていうののサードワールドのリーダーだった時代が中国あってそれがずっと名残があって今でもこうそういう国々を束ねるのは中国というそういうこのポジションでいるんですけれどだか,だから国連総会とかでさあの力を振るんだけれどまあで一方においてこう中国のねいわゆる債務の罠って いいうものに直面している、うん、この国もいるので、はい、要するに開発金融っていうのはどういうふうにこれから考えていくかというのは、うんうん、対中政策を考える上でもとても重要なポイントなので、はい、私はこの歴表というのは。 首脳外交とといいうのは非常に重要だと思いますけどね、うんうんまあねここのところは第三世界という呼び名からグローバルサウスなんていうふうにグローバルサウスまさにグローバルサウスはかつての第三世界、うんうん、サードワールドと同じ意味ですよね、うんうんで。やっぱりその国々もお経済が上がってきたりなんかすると、まあ、今までとは違うアプローチをしなきゃならないとかまさにその開発金融どうやっていくかっていうのは。 そうですよね、まあいわゆる借金の方に港取られるみたいなことがないようにしなきゃね,とね中国もさ、ええ、あの逆に債務の罠じゃないけど、はい、要するに不良債権をいっぱい抱えてるような,なところも、まあ、全部が不良とは言えないけどでもそれを地政、ええ、学的な意味でやってるっていう,うそういうところがあってただあのだんだんけ成長がね鈍化、はい、していくとそ,れそうとばかりも、うん、やって。 そうい,いかなくなってきてるんでんそこをねあのまあみ見て取ってですね、はい、日本がですね、えー、影響力をですねあのー 徐々にこう浸潤させていくというのは、はい、とても重要じゃないかと思うけどねうんまあジャイカだとか青年海外協力隊だとか結構こう地元の人たちと一緒にやることで技術を植え付けていくみたいなところっていうのは評判が悪くはないんですよね日本のね。そそうですねれ、うん、れと同時にあのこれからはやっぱりあの 新しい国際秩序っていうのを考えていかなきゃいけないので、はいまあ、いわば国連がウクライナ戦争で、ええ、え機能不全に陥っているということが国連安全保障理事会が機能不全に陥っていると明らかになってきたんで、はい、新たな国際秩序を作るか大胆に国連を改革するかという,うんそういう時にやっぱりこう参戦票が必要だと。う 一人、ね、一国一票と考えると<う>アフリカは巨大な評伝であるぞという話うということですよね。うん、まあそういう,こう長期的な国際戦略というのも、はい、世界戦略というのも相まって私は重要だと、うん、アフリカは重要であると思いますけどね、うん、で他方情勢の,、まあね、の不安定さというものはスーダンからの、ね、法人の脱出等々でも見て取れるわけですけれども今回のあのオペレーションについてとていうのは宮崎さんどうご覧になりました まあ現段階ではあのような感じだものだろうというふうに思いますけどね。うん、まあ結構その今までと比べると派遣の初動等々が早かったんじゃないますかん。早かったと思います。う リーディングケースになるんじゃないかな。<ー>もうちょっと改良の余地はいろいろあると思うけれど、を、えー、早かったと思うね。まあ法人だけじゃなくてその家族であるとか、まああの法律改正で、えー、日本人のみならず海外の人も乗せられるようになったっていうのもありますもんね。そうそう。うん。まあその辺が結構この情報共有においては。 うちもちゃんと皆さん運ぶことできますんでというのが言えるか言えないかもだいぶ違うんだというの話も聞きますがあもちろんそうでしょうねうえー、まずはあ岸田総理のまあアフリカ歴訪というニュースでしたでは続いてこちらのニュースです、はい、G7 デジタル技術省会合が閉幕 人工知能 AI や国境を越えたデータの活用などをテーマに群馬県高崎市で開催されていた G7 デジタル技術相会合は昨日2日間の議論を終え閉幕しました責任ある AI の推進を盛り込んだ共同声明が採択されています、えー責任 ある AI あるいは信頼のできる AI ということで、えー、今日は毎日産経、西が1面トップ、まあ、他の新聞も一面の肩の部分で、ねえー、大きく触れていたりもしますが、まあ、あチャット GPT というような言葉が、えー、出てきたりですねここのところ話題になっている AI について、まあ、これをどうなんでしょう適切にコントロールをするというような、えー、こと。 なのかまあ民主主義に資するかどうかというところが一つ、えー、キーとして議論では上がってきたようですけれどもでもあの直接的にはさ、はい、民主主義云々というよりはんうん、うん、さっきも言ったように雇用、はい、労働人間労働に対する影響というのが、えー、多分強いだろうというふうに考えるんですよね。 まあこの話がね出てきた当初からその人間の職が奪われるんじゃないかと、うん、このいくつかの業種がなくなりますよみたいなのがね結構、記事とかで出てきてそれこそこ,うこれだけねあの音声認識とかも。 進化してくると、もはやアナウンサーなんてもう,もういらないんじゃないかみたいなね、強い <laughs> 感じます。いやいやありますよ、ものすごくありますよ。お大丈夫か、もうそれこそね、チャット GPT に相談しようかなみたいなことを思ったりもするんですが、<laughs> <で>これね、あのね<え>うん、アメリカとね、日本、はい、アメリカ米日米と。はい うんお,おそらく中国もここに入ると思うんだけど、はい、EU の立場って違うんだよねあこう技術を伸ばしていこうとするのか、うん、あるいは EU なんかだとやっぱり人権であるとか著作権とかそういうところを結構厳格に取るというあたりですかそう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 ,そういうところで要するにまあ法律で。はい EU って法の帝国と言われる法の帝国異名を持つように、はい、こ国際的な法律でなんとかこう対応していこう、えー、規制をしていこうというのと、まあ、柔軟に対応しましょうよっていう日米うんそしておそらくは中国の <laughs>、はい、対応が違っているということ私は当然あのこれはもっともっとこう高度化させていくべきであるとうーんあの AI 全体をね、はい 私は日本もねその新しい開発の、ええあのー、生成 AI の開発の 一つのこう拠点になるべきだというふうに考えますけどねうんこれねあの元となって取ってくるデータだとかその著作権がどうなんだみたいなことがねここのところ読売が結構特集したりだとかっていうことが出てきてますけれども、まあ、やっぱり新技術が出るとそのリスクみたいなことがね言われたりもしますからだからこの著作権に対するさ、はい、こう支払い っってていいいうのをどううののどするかかは確かに難しい問題なんだい。で、そこの部分はまあ、まあ、ある程度ルールを決定する策定する必要があるかもしれないうん場合によって EU の言ってるように法律を作って策定する必要があるかもしれないけど<ー>だからといって、はいえー、全体的にこの金 規制するという生成 AI の開発や普及を規制するというのは私は違っと思う,うん、うん、そこまでする必要もないと、まあ、あ,のある程度の事象でちょっと手当てをするっていうのは必要かもしれないぜかというと、はい、EU もそうなんだけどさええへへどんどん少子高齢化が進んでいってさ、はい、どんどん機械に代替してもらわなきゃいけない領域というのはうん、うん、いっぱい出てきてるわけですよ。はい しかももともとねそういう人口問題とは関係なく企業としてはこれはあのとてもあの効率化が進んで,進んでえ生産性が伸びていく領域ですから私はね必然的だとこれは。 歴史的必然性だとこういいうもののが展開していくのはういううん押しとどめようと思っても押しとめられないとなればどう活用していくのかとかそ<う>よく使っていくのかっていう議論ですようというだから日米の議,、はい、議論というのが正しいというふうに思いますけどね。うんう ここでで番組かららのお知らせですいよいよですねこの番組開始5年ということでありましてイベントを開催いたします6月25日日曜日東京国際フォーラムホール A で開催いたします飯田工事の OK 工事アップ激音「有楽町サミット in 東京国際フォーラム」。まあこの5年間でさまざまなニュースもありましたけれどもこの先宮崎さんねえ 6月25日2か月先だと何起こってるか分かんないですよね大体したの5年間やらなかったのはコロナだったからおっしゃるとりでようやくできると。ようやくできるということであえて言えば満を持してやろうと開催するということなんですけれども私はねずっとこの番組でいろんな個別的な問題を話す時に一つだけこう視点を。 はい、これはねあの産業社会というのは<ー>あの世界的にグローバルに大きく変わろうとしていると、うん、それに対応して政治、はい、経済社会というのは変わっていくんだっていうことをでそれをあの21世紀後半というのの覇者になるためには、はいはい、これをに対して最も早くその,リードしその変化をリードして、うん、フォワードルッキングでこの変化の層を見,、うん、見つけて適応していく。はい 政治体制を作産業体制を作るといった国が覇者になれるんでしそう。というですねそういうことを申し上げてきたんですが潜在的にはやっぱりアメリカ中国日本がそれにこう。 うん、ある意味有,資格か有,有資格ない国なんですよ、はい、リングに立つと,そうそうところが日本は他の2国と違ってその対応というのが特に政治部分,分野の対応というのがあんまりこうできていないとか分かってんだか分かっていないんだか分からないっていうそこをです、ね、私は強く。はい 話していきたいだ田浩二の OK 工アップ激論有楽町サミットイン東京国際フォーラム、えー、チケット指定席で税込六千五百円、えー、詳細は番組ホームページをご覧くださいお電話の場合は共同東京受付番号は零五七零零八九九二二零五七零零八九九二二番です 今日国際フォーラムでお待ちしております,います続いて教えてニュースキーワードですワシントン宣言アメリカのバイデン大統領と韓国のユンソンによる大統領は先月26日ワシントンで会談を行いましたえ北朝鮮を睨んでアメリカが核を含む戦力で韓国を防衛する拡大抑止の強化を盛り込んだワシントン宣言を採択しております まあ、米韓各協議グループというものを作るんだということとそれから戦略厳選の韓国寄港というようなことが言われております、まあ、はいえっ、ー、と、えー、このやっぱこう同盟関係というか間接的同盟関係と,、はい、と言ってもいいんだけれど日本との間は。これはあのー、北朝鮮 言うまでもなく、はい、中国の,<ー>うんあの台湾有事、うん、え武力統合に関与を、はい、あるかもしれないというような状況をの見据えて重要であるということは、うん、あのずっと言ってきましたし、うんえー、その方向のワシントン宣言だなというふうに思います。はい まあこれね一応は宛先、北朝鮮ということになってますけど源泉が韓国に寄港するとなったらこれ中国、ね、中国で,ですよねそういうことになりますよね、当然、ね、そうだから、これはねこういう同盟関係を前提として台湾有事に対する対応というのは考えていかなきゃいけないわけですよね。防、まあ、防衛衛増額、はい、日本のの体制っっていううものをもをとこう 拡大して、うんえー、行こうというようなですね、うん、そういうことをまあ岸田政権はやって防衛費の増額という,、はい、こう大枠は決めたんだけれども、うん、<laughs> で、うん、まあ私はね方向性としては正しいと。方向性としては。はただしそれをこう増税とかですね。はい。えー。 それで賄うとか倍増させるというのは果たして妥当なのかというようなところで細かな部分で疑義を持っているし、はい、例えばあのアメリカとの、ねはい、関係ちょっと韓国との関係はまだこれから始まったばかりで恐、うん、らくは岸田首相が韓国に訪韓されて,て、はい、そういう,というようなことも事務型レベルで、えー、詰められる可能性というのもあると思うんですけれども。うん、あの 差したアメリカとの関係というのを考えるともし台湾が有事になった場合に、はい、あの日本の基地っていうのは日本の米軍基地、はい、あるいは自衛隊の基地というのは最前線になると思うんですよね。その時の時基地使用に関する 事前協議体制とかっていうのが果たしてできているのかどうか。う私はね、日本がその時に何ができるかっていう意思をはっきりさせない限り<ー>できないと思うんだよね。うそこをね、あの岸田さんはどう考えているのかっていうのをう見せていただきたいですよね。えー、では続いてのコーナーはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。 共同通信内閣支持率46.3%不支持を上回る共同通信が4月2930日この週末に実施した世論調査で岸田内閣の支持率が46.3%となりまして3月の前回調査から8.5ポイント上昇しましたまた不支持率は35.5%で支持が不支持を上回っております えー、この週末は他にも世論調査が行われておりました日経テレ東は支持率52%ということで、うん、8か月ぶりの5割台回復だったようであります、うんまあ、いろいろばらつき合うんだけどだ、はいたい50%程度の支持率をキープし始めたと、うん、言っていいでしょうね。はいへ あのー、統一地方選があって衆参の補欠選挙もありましたでこの支持率も、まあ、ある程度ちょっとじわっと高くなってきているいろんなことが噂され予測した通りでしょいやそうですよねさん、あのー、補選もほぼ勝つと,、はい、ほぼと落としても一つひょっとしたら全勝の可能性すらあると。 まああの和歌山の補正についてはいろいろ私は取材もしたし言いたいこともあるんだけれども、ええ、まああれは<ー>あの基本的に自民党内のです対選挙状況に対する対応の不手際。<laughs> で有力な方々がですねいろいろあってですねあんなことになってしまったとそこをちゃんとそういうこの自民党内の内向をですね内分内向を目ざとく見つけてちゃんと候補者を立てた維新の勝ちだと。 まあこれ野党第一党がやるべきことなんだよこれはああやっぱ相手のこう弱いところにしっかりついていくそうそう常にそう,そうだからうんだって舞鶴だって奈良県知事選もそうだし、はい、今回もそうですよ確かにねこれを漁夫の利だ漁夫の利だっていうのは簡単ですけどしっかりれ取っていやでも、ね、野党第一党だったらこういうことをやるべきなんだようん,うん 立憲民主党は本当にししてほいいと思いますわ立憲は残念ながらね取れるぞっていうふうに言われていた千葉,でも千葉でも大分でも負けてしまったと、はい、うんまあちょっとさもうちょっとなんか候補者考えろよっていううん国会戦略、まあ、あのその直前っていうのはね、えー、総務省文書を巡ってみたいなことをやってましたけれどもそこの部分って影響しましたかねやっぱり。 日本はほとんど影響してないと思うんですけどどちらかというと候補者の選定であるとか そう思います、えっとうん、もちろんね、えー、プラスにはなってない立憲民主党に対してプラスにはなだからそれいいけどさやり,、うん、やりたいんだったら、うん、そこの追求はだけじゃなくて、はい、あの防衛費や少子化対策にで国民負担を増やすというのはどうなのかというのをちゃんとですねなんでであもっと追求しないんだ、うん、妥当なのかそのその このやり方や資産とかがさっていうのをなんで追及しないの本当は立憲民主党って増税ありだと思ってんじゃないのあ国民負担を増やすこと賛成なんじゃないのっていうふうに思わしめるところがダメです、ね、うだからこそこうね、えー、政権側はどちらかというとぼやかす方向だったしあらゆる選択肢をとか言って物の見事に千葉でも、はい 大分で300票差ぐらいでしょもう逃げられたという感じですね。ということでですね、私は岸田内閣は、方向性としては正しい方向性を取っているということが評価されて、特に外交においてはね、外交安全保障においてはと思うんだけれども、細部を見てると、もうはっきり言って、えー、 ダメ,ダメですよでもあのそういうところではなかなか選挙は評価されないからだってさ例えばほら、うんまあ、ちょっとはぐい話になってあのあの始まり自体は古い話になってるけど、はい、あの統一教会の、ね、解散請求だってでさ、はい、な解散できない可能性がだんだん高くなってきている。 そうじゃないですか質問権の行使はやってるけれどもそれでも私は解散生産させるべきだというふうに思いますけどね。<laughs> でそれ以外にも防衛費だって防衛費は先ほど述べましたけども、うん、細部がきちんと詰められていないとそこをこうあの明らかにし,しない。 ん,なんか,いうかこう、はい、安全保障に関することは細かいことは言えないとかさ <laughs>、ええ、そんなことはないんだって、ええ、少子化対策だってさ、うん、本当にこんなことでこ効果があるのかっていうのがうあのそういう,こう評価システムっていうのはできていないし、えええー、そういうとこを考えるとなんかねりつぼみあ確かにドーンと看板は。 打ち上げるけれども、あれ、あれってどうだったっけって、うん。だからさ、あの閣僚がね、はい、岸田政権の閣僚がね。<え>これだけと、あの机の上に課題を並べたら、たらただ政権はすごいと。うん、でも、どれも、<ー>もう、もうの、あの十分に実現できそうにない。うん、<laughs> ある意味、こう積んどくみたいな感じで。そう,そうそう、それで、で、しかも、これ、もう、もう、もうその後には、ここ、あの国民負担額。 はい、国民負担をするさせるっていうんだったらさ、うん、本当に少子化対策が,かが私は人口政策と何度も言ってますけど四肢類々でありまして十分な効果を得たことは、ええ、ほとんどない90年代のエンゼルプランから始まってそうそうそう,うでな,なのでちゃんとさ数値目標を上げてこう、はい、やって掲げるとなり本当に日本の将来にとって必要な人口という。 生産体制を維持していくためにはで経済成長を維持していくために必要なあの人口とは何人なのかまず算定して、うん、それに基づいてあ,のあれを立てて目標値を立ててターゲティングして、うん、そこに向かっていくっていうんだったともかく。 いやーそこまでいくとあれですよね、本当、経済構造全体の話になってくるから、まさに新しい資本主義じゃないかと、本来であればで。で、そんなこと言うんで、なんかさ、うん、あの大衆受けしそうな政策をこう課題としてどんどん掲げていって、えー、実際にやるとなると、尻すぼみになっていくい。 私はか今選挙をすれば勝つと思います。<ー>自民党は。党はだからその方向で解散総選挙に<え>あのの方向にいってるんだけれども、うんもうここはじょうあのじゅ客観的に状況を見た場合のあれですね。はい、これはあくまでもこう賛成とか反対とか関係ありません。でも本当にこの政権に勝たせていいのかっていう思いは、うんうんこの今の自民この自民党に岸田自民党に勝たせていいのかっていう。 いいというこれは私のこう、はい、政策論というか政策屋としてのですね「あの遠い」「何なんであるべきだと」と上級後にも出てまいりますね。と遠いの部分で言うならば、はい、私はね現状では勝たせるべきではないとうんいうふうに思いますけどね。でじゃあ日本政治のねじゃあこの全体の構造として、まあ、どういうあるべき姿があるのかというあたりは 何度も申し上げますが6月25日によろしくお願いいたしますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください 忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ、AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。